ーティーブログミニ。今回は群馬県高崎市にあるオーガニック野菜の商品を扱っている小嫁さんへお仕事で黒板を書きに来ました。お店のコンセプトと商品の循環を表す図を書きました。ぜひタイムラプスで最後までお楽しみください。こんな感じで完成です。今回大きな黒板にお仕事で絵を描くのは初めてだったんですが、結構いい感じにまとまったんじゃないでしょうか。ぜひ皆さんお店まで見に行ってみてください。ご視聴ありがとうございます。